ちはお肉です。今回は二重スカウトの第9話についての感想になります。第9話はですね、もう個人的にね、前回もすごく面白かったんですけど、でも今回もめちゃくちゃ面白くって、なんか二重のメンバーの本質っていうか、そういうところをね知れた回になったかなっていうふうに思いますので、皆さんのね感想もこれが終わった後に私が気づけなかったところとかを教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。普段は二重の最新情報や考察や感想などをお話ししていますので、チャンネル登録お願いします。はい、ちょっとね、夏に向けて私もねすごく頑張ろうと思っていますので、すぐ動画上げたりとかしていきたいなっていうふうに思っています。そしてもう二重スカウトね、もうすぐ終わっちゃうから悲しいなっていうふうに思ってたんですけど、もうねやっぱ最近というか、もうどんどん新しい情報が出てきて、もう二重が熱くなってる、二重のこれから情報とか二重の動きがすごい熱くなってる証拠なんだなっていうのがすごく分かりましたね。だからこそこの二重スカウトも終わっても、これからねまた二重が本当にたくさん何かあるんだなっていうのが分かったので、今寂しいけどこれからの夏にねちょっと期待したいかなっていうふうに私は思いました。でね、もうたくさんあるんですけど、とにかく私の中で今回一番なんかキュンときたポイントはやっぱりリマちゃんかな。これみんな一緒かなって思うかもしれないんですけど、まあ、リマちゃんがとにかく良かった。本当なんか泣いちゃうところもだけど、なんかリマちゃんっていつもなんか明るいし、なんかみんなをね元気にさせるようなそんな存在だし、ヒーヌ語みたいなのもあったりして、なんか結構ね元気キャラみたいな感じなんですけど、今回は完全にもうすごく泣いちゃうところとかが本当にたくさんあって、なんかこうやって見ると、あ、やっぱり万年組にいるんだなって思ったりとか、なんか最初ね、あのニジプロの時にあのリマちゃんなんか綺麗系だし、パフォーマンスとかもすごくかっこよかったしって感じで、もう出来上がってる感じっていうのをね思ったんですけど、でもこういう弱い部分とか見ちゃうと、あ、やっぱりなんか本当になんか一人でね韓国行ってすごい大変な思いしてきたんだなっていうのがねめちゃくちゃあるから、もうとにかく感動しちゃったし、リマちゃんに対してなんかすごいピンとくるものもあったなっていうのが正直な感想ですね。それになんかオンリーたちとか、あともうニナちゃんね、ニナちゃんの演技派がすごすぎて、やっぱ女優やった方がいいんじゃないかなっていうぐらい演技がね上手すぎたので、なんかみんながみんなそのなんかオンリーから行ったんですけど、オンリーもなんか怖がって帰ってくるし、みんななんかできないできないみたいな感じで言っといて、全然なんかその怖い演技がなくすぎて、なんかリマちゃんの顔がどんどん曇ってくときに、なんか別に分かってるし全然怖くないんだよって思ってるんですけど、でもなんかかわいそうになんかなってくるところとかもあったりして、うん、すごいなんかオンリーたちのねそのみんなの演技が上手だったなっていうふうに思いましたね。はい、そしてなんかこの肝試しに対するその姿勢みたいなものを見ていたんですけど、まこちゃんはまあ普通だったかなって思って、でリオちゃんもまあいけてた、怖がってたけどまあいけてたし、でもなんかまやちゃんがちょっと怖がってたんですけど、なんかその前にねもうみんな泣いてたりとかすごい怖いって言ってるメンバーとかをなんか慰めに行くところとかがなんかめちゃめちゃ可愛いなって思ったし、なんかいい子だなってすごく思いましたね。なんか絶対自分も怖いのに、しかも最後だしね、そこがまやちゃんらしさを感じました。そしてあ、でもねりくまゆあったじゃないですか。なんかねりくちゃんは意外に怖くないんだなっていうのがびっくりした。なんかまゆかちゃんの方が行くよみたいな感じで、りくちゃんの方が怖い怖いみたいなタイプなのかなって、まあ、勝手にね想像してたんですけど、どっちかと言ったらねまゆかちゃんの方がもう怖いみたいな感じ出してて、でりくちゃんが大丈夫大丈夫みたいな感じで言ってたところとか、もうすごいりくちゃんの方がすごく怖がりじゃないんだなっていうのに気づいて、あ、すごいなっていうふうにも思ったし、とにかくこの占いに関してはみんなね悩みがめちゃくちゃ可愛いなって思ったし、なんか本当なんて言うんだろう、なんかご飯のことだったりとか、なんかお洋服買いすぎなこととか、まあ、お洋服買いすぎっていうのはりおちゃんもファッションリーダーなんで、なんかその自分がねそのファッションリーダーってなったらやっぱり頑張んなきゃいけないとこもあるかもしれないので、私も全然いいと思うんですけど、いいと思うけど、なんか悩みがたくさん出てきて、しかもなんかその答える方が結構雑すぎて面白かったんですよね。特にあやかちゃんかな、あやかちゃんのもうそれでいいんじゃないみたいな、そのバッサリって感じで全然その悩み相談できてないっていうところもめっちゃ面白かったし、りくちゃんとまゆかちゃんのそこの2人も面白かったけど、まゆかちゃんの食べれる時に食べとけみたいな、その返し何みたいな感じでめちゃくちゃ面白かったなって思いました。なんかさすがね、やっぱその心が通い合ったメンバーだから、なんか質問も答えもなんかすごく息のぴったりあったっていうか、ペア決めっていうかどんどんこうやって進んでったから、同じメンバーとやってるわけじゃないんですけど、ずっとでも答える方も相談する方もすごく息が合ってるというか、なんかどのペアになっても安心できる、なんか不安じゃないっていうか、やっぱグループになってすごくいいところっていうか、みんなの絆みたいなものがね感じられたんじゃないかな
3%にしましょうみたいな、すごいなんかアイドルってむしろね加工しなくても全然いいと思うんですけど、加工100にするっていう答えとかも面白かったし、なんかめっちゃ面白いね、あれがあったの、あの字幕があったんですよ。なんだっけ、あ、詐欺集団の被害者たちっていうテロップがあって、それってさ普通に日本だったらなかなかないじゃないですか。だけど詐欺集団の被害者たちっていうテロップが流れた時に、あの本当にこのテロップ面白いなと思って、二重スカートはねテロップも私の楽しみっていうか、なんかカオスとかなんか面白いテロップが出てくれるんで、いつも楽しみにしてるんですけど、今回もねめちゃくちゃ面白いテロップだったんで、自分の中では全くだなと思って面白かったなというふうに思いました。はい、そんな感じでね、結構ねみんなの悩み面白かったし、なんか一人一人のなんかこういう時に怖がるか怖がらないかとかすごくね見たかったんですよ。だけどそういう時になんかメンバーがどういう感じなのかっていうのも見れたし、なんか占い師にアドバイスしてるところのあのまこちゃんの言葉が本当になんかうまいなって思ったりだったりとか、その帰ってきた時のみんなの演技だったりとか、そういうものがなかなかね今までの NiziU のコンテンツにはなかったようなものだったと思うんですね。そういうものがなんか今回見れてすごく楽しかったし、なんか新しいなってとても感じましたね。なんか新しい NiziU が見れたような気がして、うん、すごく NiziU スカウト良かったなっていうふうに思ったので、なんか最初の方はね結構ゲームとかそういう感じで結構楽しい感じでやってたんですけど、でもなんかどんどん回を進むにつれ、ちょっと感動だったりとか、そのメンバーの絆だったりとか、どういうことをこのミッションでねその言葉をね言わせるかとか、そういうところに一人一人の個性が出ていて、はい、今回のね NiziU スカウトも楽しかったし、やっぱ NiziU スカウトっていうコンテンツ自体が本当に面白いものだなっていうふうに思いましたので、まあ、すぐにとはね言わなくても、 NiziU でこんなミッションとかしなくていいから、もう本当になんか楽しんでる NiziU とかが見れるコンテンツがあればいいなっていうふうに思いました。ミッションもね楽しかったし、初めてだったんで、やっぱこういうふうに何をやるって決められた方が、まあ、分かりやすかったし、なんかやりやすかったとは思うんですが、もうなんか NiziU 自身がすごく面白くなってるし、どん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 なんか自分たちのスキルが上がっているので、なんかもうメンバーたちだけで楽しいが成立するんじゃないかなって思うし、そういうねコンテンツやっぱサマー Vlog とかでもミッションが行けなかったところもあったので、みんなで行く旅行とかも見たいなっていうふうに思いました。はい、そんな感じで皆さんのなんか見たいものとか、今回の NiziU スカウトの感想だとかをコメントで教えていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますので、よろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。